はい、皆様こんにちは。コミット DB ヤギでございます。金子でございます。本日は皆様待ちに待った金子ゴホの腕時計をご紹介したいと思います。待ちに待ってるんですかね。待ってると思います。ですか。はい、ぜひ皆様最後までご視聴よろしくお願いします。はい、もう早速ちょっと私も待ちきれないんですけれども、金子さんのね腕時計をちょっとご紹介していただきたいかなというところで、はい、まあ、今までね YouTube ライブとか、まあ、他のところでもちょこちょこはね出てきてるとは思うんですけど、実際に細かくねこの時計を解説はしてなかったので、まあ、改めてね、はい、語っていただければと思います、はい、お願いします。はい、ではちょっと紹介させていただきます、はい、私がつけている腕時計こちらですね、はい、手巻きのレートナー6263でございます。かっこいい、はい、やばいっすね。まあ、手巻きモデルの中でも最終の第3世代の6263なんですけども、うん、はい、まあ、6263もね、うん、69年から1988年ぐらいの製造期間があるんですけど、はいはい、まあ、一番最初期のものはレートナーの表記が入らなかった。うん、そこからですね、大体70年代中盤あたりから、うん、ビッグレッドっていうね、デートの表記が入る、うん、文字盤が誕生したりですね、あとはもうベゼル、プッシャーと、うん、やはり様々な種類がありまして、かなり魅力的な。魅力的ですよね。はい、手巻きのデートナー。まあ、デートナーの最終はもうこのね、手巻きかなってやっぱり思っちゃいますよね。そうですね、やっぱりエルプリベロね、はい、今の現行モデルと違ってレトロな印象ってすごくあるんですけど、やはり手巻きっていうところがね、デートの中でもですね、まあ、クラシック、まあ、ヴィンテージっていう印象がやはりすごい強いですよね。確かに、はい、やっぱラスボスですからね。まあ、僕の中ではね、YouTube でも伝えてました、本当にラスボスですね。やっぱり持った時にね、すごいオーラっていうのがあります。ありますね。はい、じゃあちょっとね、ここでね、早速まあ金子さんが選んだね、この手巻きのデートナーを選んだきっかけ聞きたいですよね。やっぱたくさんね、こういろんなヴィンテージ見てきてる中で、あ、これいいってやっぱり思ったポイントがあったと思うんで、そうですね、それちょっとなんかもしよければ教えていただきたいです、ね。はい、まあ、表記なしかビッグレッドかっていうところは、はい、僕の中では、まあ、どちらももちろんかっこいいっていうのがあって、うん、そんなにこだわりはなかったんですけど、うん、選ぶにあたって、やっぱりダイヤルのコンディション、ダイヤルのコンディション、はい、まあ、ここを一番に向きを向きました。はい、どうしてもですね、夜光が欠けてしまっている、はいはい、個体が多いんですけど、はいはい、まあ、あとはインダイヤルですね、はい、がちょっと黒ずんでしまったりとか、うん、ダイヤル全体的に傷が多かったり、うん、まあ、それはもうヴィンテージのものなので仕方がないところではあるんですけど、はい、まあ、その中でもより綺麗なものを選びたいなと思いますね。なるほど、はい、あとはもうパーツの整合性ところですね、はいはい、ベゼルとプッシャー、うん、やっぱりそういったところもあった方がいいなとは思ってます。その辺ももう合ってるんですか。そうですね、僕のやっぱなかなかね、この整合性とかってよく言われてね、はい、やっぱどこかがやっぱ合ってないとかっていう答えやっぱどうしても多いんですけれども、そうですね、これは合ってるんですか。僕の答えは、79年の製造のものなんですけども、はいはい、うん、ビッグレッドのダイヤル、はい、でダイヤルの夜光ですね、はいはい、一応書きはかけなし、はい、でベゼルがマーク2です、はい、でプッシャーもマーク2、プッシャーっていう、まあ、整合性、はい、あと、まあ、ブレスも一応年代にしてもらえるっていうところで完璧じゃないですか。まあ、完璧といえば完璧ただ、やはりですね、ところどころ傷とか、はいはい、磨きも入ってますので、まあ、それはね、さすがにね、もう、まあ、そこまで求めていないかなっていうところはあります、ね。でもだいぶ完璧に近い答えですね。そうですね、まあ、ダイヤルのめっちゃ笑ってる、まあ、特にダイヤルのコンディションがすごく気になりまして、はい、まあ、この答えよく見ると多少ちょっとインダイヤルの中の色味がですね、うん、ちょっと変色、ちょっと確かに変色してますね。ちょっとピンクがかってる。本当だ、まあ、決して最初からこの色ではなくて、はいはい、やはり経年によるエイジングでこのようなお色になって、はい、うん、まあ、そういったところはすごく愛着。かっこいいね。ピンクがかって、うん、改めて思いますもん、見て、はい、ちょっと神々しい。こう、まあ、そうですね。いやー、さすがでございます、はいはい。まあ、なかなかやっぱ手巻きのデートなんて、まあ、出会いなので。そうですね、まあ、僕は今このようにお伝えしましたけど、うん、まあ、どうしてもマイナスポイントっていうのは、うん、もう圧
あってしょうがないところだと思うんですよね。その中でも自分で手に持った時にやっぱり印象がいいっていう、まあ、皆さん感じるところがあると思うので、まあ、そういったところを元に選んでいただけたらいいですね。そうですね、はい、実際そしたらね、こう買って、まあ、ついに手巻き欲しかったのも買ったじゃないですか、はい、つけてみてどうでした？気持ちとか、まあ、あと周りの反応とかも含めて。そうですね、はい、まあ、まず最初にあまりね、やっぱり現行モデルと違って重みとかっていうのがないんですね。ああ、そうですね。確かに。なので確かに実際につけてみて、はい、すごく腕なじみがいいっていうところはあって、なるほどなるほど、すごく高価なものではあるんですけども、ちょっとそれを忘れてしまうようなところも生じて、ナチュラルにつけやすいっていう感じ。ナチュラルにつけやすい、はい、でもよく見ると、はい、繊細でね、ヴィンテージのモデルならではの味が、はい、なるほど、はい、やっぱり気分も上がりますよね、はい、僕もあのコミットのヴィンテージの担当としてやらせていただいてますので、はい、こういうね、いいモデルをつけて、ね、そうですね、はい、皆様とお話させていただきたいなっていうところがあったので、まあ、説得力違いますからね、実際自分で持たれてつけられてるっていう、まあ、そうですね、そこは、まあ、はい、我々としてはね、まあ、商売道具でもありますからね、まあ、もちろんあの僕より全然お詳しい方がたくさんいらっしゃいますけど、まあ、お話しさせていただくときに、いいねと話もいただけますか、あの会話になりますので、なりますもんね、そうですよね、まあ、つけてみて、まあ、ありますね。あ、いいですね、素晴らしい、ありがとうございます。いえいえ、はい、ということでね、まあ、ちょっと今回金子さんの愛機ご紹介させていただきましたけれども、ここでね、まあ、もうね、ほぼ上がり時計だとは思うんですけど、まあ、金子さんもね、何本か持ってまして、クリーム、出巻き、まあ、クリームもそうですけど、はいはい、実際どうなんですか、次狙ってる時計ってあるんですか？狙ってる時計はまああります。ある、はい、教えてもらっていいですか？教えて、なんでですか？ね、流れ知ってます？だからさ、このスタッフ時計紹介の動画見たことないですか？こうみんないつも自分の時計紹介して、はい、次狙ってる時計を話すんですよ、はい、教えてくれない？はい、なんでやねん。そこはすいません。そこは、はい、やっぱりね、金子さんが注目って言って、まあ、店長でね、お話しさせていただくお客様とかにはご紹介します。なんだ、ちょっと次それ聞きたいな、ちょっとどっかでね、僕引き出しますんで必ず、はい、はい、ちょっと、まあ、次じらすな、期待していただいて、はい、分かりました、はいはい、じゃあ その中で、あと実はね、このまあ今コミットね、そうですね、ちょっと今回、はい、手巻きのモデルで当店の在庫としておすすめさせていただきたいモデルがありますので、ご用意しました。お、はい、逆にこれを紹介してくれる。そうですね、はい、この時計がおすすめなので、なるほどなるほど、手巻きのお探しの方はぜひ一度。確かにね、でもこれ見てね、手巻きの時計欲しいってやっぱ思ってくださってね、はい、まあ、おすすめなおかつしていただければね、はい、いいのかなと思いますよね、はい、はい、いいですか、はい、でまず1本目なんですけど、はい、まあ、ホームページにはもうこの動画がアップされている頃には掲載されているかと思うんですが、はい、こちらですね、第一世代の手巻きのデータ6239来た、はい、まあ、このモデルがね、はい、デイトナのスタートというところで、うん、1963年に登場したモデルでございます。まあ、63年から大体70年ぐらいまで出ている6239なんですけど、はいはい、まあ、6239もですね、すごくダイヤルのバリエーションが多いです、うん、そうですね、まあ、一番最初はデイトナロゴがなくて、うん、その次はデイトナロゴちょっと小さいスモール、うん、でその次がこのビッグ、うん、で最後にですね、デイトナの位置が下に来た、いろいろバリエーションがあるんですけど、はいはい、まあ、この個体に関しましては67年の製造のビッグロゴというデイトナのロゴはちょっと大きい、うん、あのダイヤルなんです、表記のダイヤルなんですよね。で、あのどうしてもね、67年とか、まあ、60年代の手巻きのデイトナのダイヤルのコンディションがね、まあ、どうしても傷がついている個体は、まあ、まあ、仕方ない、仕方ないですよね、ところなんですけど、はい、この個体に関してはまあ、もちろん多少の時はあるはあるんですけど、はいはい、かなり気に入ってます、はい、さっき言ってたね、ダイヤルコンディションっていうところでいくと、はい、まあ、そういうトップレベルのところに、そうです、トップレベルです、重きを置いてる方にお勧めしたいです。なるほど、あのまず夜行なんですけど、どうしても欠落しやすいところです、うんうん、欠落してません、してない、はい、まあ、多少ねちょっと汚れとかありますけど、もうトップほぼパーフェクト、ほぼパーフェクト、すごい。で、あの針もですね、当時のオリジナルの針で、よく見ていただくと、このスモールセコンドの針とかが
は多少ちょっと形状が違いますね、うん、であとはあのこの年代特有の細針になっていて、はい、ベゼルも300タッチ、うん、メーター の, あの初期のベゼルがついております、うん、まあ、こういう整合性の、ね、取れた623、うん、なかなか入荷しますね、まあ、プレスも年代一の、ね、あのリベットがちゃんと出てて、あのかなりしっかりしてめちゃめちゃいいじゃないですか、はい、この動画が、まあ、出てる頃にはもしかしたらソールドアウトになってるかもしれないんで、はい、そこはもう本当申し訳ないですけれども、はい、で、どうしてもね、スクリューダウンのオイスターのテーマティーティーと比べると、はい、ノンオイスターの623というと価格が魅力的な設定で、はい、まだ出していきますのでおすすめです。なるほど、はい、いくらなんですか。はい、はい、税別で617万円でございます、はい、税込みで678万7000円でございます。まあ実際にね、その6263とか6265とかだともう結構価格もいってるじゃないですか。でこれだけ今言ったコンディション、ダイヤルコンディションがいいとか整合性が結構合ってるとかってなると、なんかだいぶお得には感じますよね。はい、もうまさにおっしゃる通りで、オイスターのね、手巻きのベジタだともう800オーバーの当たり前、そうですよね。ただまだノンオイスターですと700万円アンダーで出しできる、まあ、今こういう時代なので、まあ、今がチャンスかもしれないですね、はい、ぜひね、お手に取ってご覧いただきたい、かっこいいことです。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、もう一本、もう一本、はい、すごいですね、まあ、次はですね、はい、第3世代の手巻きのベジタ6265です。6265ですね、はい、まあ、僕が先ほどご紹介させていただいたモデルが6263プラスチックの、ベゼルですね、うん、で6265がステンレスのベゼルになります、うん、はい、でこの個体のですね、おすすめポイントとしましては、製造がですね、大体1972年頃の製造で、うん、まあ、6265、71年ぐらいから登場してるんですけど、はいはい、最初期の個体になります、はいはい、で最初期のダイヤル、マーク1ダイヤルが入ってます。まあ、表記なしダイヤルって言われているデータのロゴが入らない、はいはいはい、なおかつですね、61にシグママークが入る SST、 これマークアンダイヤルの特徴になるんですけど、この個体に関してもね、ダイヤルコンディションが非常にいいです。31のギア部分に若干のシルバーのダイヤル特有の傷とかはあるんですけど、もうほとんど雰囲気が損なわれてなくて目立ちません、うん、はい、あとは夜光のコンディションがもうこの個体に関してもパーフェクト抜群。このね、やっぱ72年頃の個体でこのようなパーフェクトコンディションなかなかないんです。なるほどね、はい、であとよく見ると針の太さもね、初期の特徴で太いんですよ、うん、なるほど、インダイヤルの針でね、わ、はい、かりますか。わかりますね、はい、太いですね、ちょっと太い針、太い、はい、であとはもうクロノグラフの針は生産版で初期針がついてまして、うん、整合性も取っています。でベゼルもマーク1、おお。でブッシャーに関してはマーク2ブッシャー、まあ、ここら辺72年くらいからマーク2ブッシャーに。なるほど、まあ、ここら辺も大丈夫だ、はい、おお、かなと思います。すごいいい個体ですね、これもね、はい、すごくいい個体です。まあ、特にマーク1の、手巻きのデイトナーっていうのはなかなかない、まあないですよね、はい、でコンディションもいいとなると、もう何も語らずとも分かってくださいと、はい、って言葉漏れてきましたから、そういう雰囲気もめちゃくちゃありますし、なるほどね、はい、おすすめさせていただきたい、なるほど、ですね、これちなみに価格はいくらなんですか。はい、価格がですね、こちらは850万円の税別、税別、はい、税込みで935万円でございます。なるほど、はい、いやー、まあ、なかなかね、今手巻きもね、今後に向けてもやっぱり価格も含めてやっぱ上がる可能性ありますからね、はい、もうまあ、皆さん存知だと思うんですけど、健康ラインの11650、でその1つ前の116520、うん、でその前の16520、すでに上がってます、ね、上がってますよね、はい、手巻きのモデルはじゃあどうなっているのかというところなんですけど、うんうん、まだ目に見えてすごく上がってる感は正直ないのかなというところはあります、うん、ありますね、ただなぜかというと個体が少ないので、はいはいはい、そうです、相場が分かりにくいっていうところはあります、うん、ただ間違いなく上がってくると思います。おお、まあ、個体数で見ても、はい、一番少ないところになりますね。そうですよね、はい、希少価値という意味ではやっぱり手巻きが一番確かに強いかなとは。なおかつね、こんなに、まあ、状態がいいものっていうのを探すっていうのはなかなかね出てこなかったりするわけじゃないですか。そうですね、やっぱり手巻きのデイトナーでもですね、整合性が合わなかったり、はい、価格がどん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 抑えられていくんですけど、中でも人気があるのはやはり整合性っていうところを取れてて、状態がいいっていう
ていうところの絵巻になってる。価格差もその分開いてます。そうですよね、はい、でもこの先その価格差もどんどん開いていくような気もします。なるほど、はい。まあ、このあたりもね、そうすると、まあ、600万円台後半とか、まあ、今言った約900万円前半では買えなくなってくる可能性はありますもんね。はい、そうですね。ぜひね、皆様この動画公開されるときにこの絵巻2本が、コンビニにありましたら、まあ、ぜひ注目していただきたいかなと。ここまで春野さんがいいという手巻きってあんまりやっぱないんで、まあなかなかね、こういう整った手巻きのモデルが入荷は少ないですよね。ではありますよね、はい。まあ、今がチャンスかとは思います。はい、はい、ありがとうございます。今日はね、手巻き祭りでございましたね。そうですね、はい、まだね、コミットちょっと紹介しきれていない手巻きもありますので。ありますよね、はい、今結構入ってきてますからね。入ってきてます、はいはい、ぜひあの手巻きデートなどね、ご購入ね、検討されてる方は今チャンスだと思いますので、はい、あとですね、はい、あの手巻きデートのちょっと手放してもいいかな。そうですね、あのお客様もぜひ、はい、あのご相談頑張らせていただきますので、はい、頑張らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、なんかね、金子さんの時計紹介ならぬすごい手巻きデートの紹介みたいに、ね、そうですね、なっちゃいましたね、はい。まあ、でも時計ファンの方はこの会話聞きたかったと思いますね、金子さんのね、はい、よかったかと思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、ちょっと長くはなりましたけれども、魅力的な手巻きのデートな、3本ご紹介させていただきました、はい。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。